いろんな本を読んだり、積極思考を持つってことはすごく重要じゃない？同時にその積極的で前向きな自分を客観的に見るってこともすごく重要なんでね。で、僕は経営の傾向としてね、景気がいい時ってね、すごい主観的にやってうまくいくんですね。だからモチベーション高くして、どんどん進んでいけば、マーケット全体とか人の気持ちも開いてるから、そういう意味ではうまくいく可能性が高いと思うんだよね。だから今日本のマーケットってどっちかっていうと、右肩上がりじゃなくて右肩下がりで、マーケットがこう落ち着いてきてるでしょ。で、そういう時に経営するにはね、興奮して経営するのはダメだと思うんだよね。